英雄伝説ゼロの奇跡実況プレイのパート54やっていきましょう。ヨナからの依頼でキティというですね、ハッカーの、場所を突き止めようということでですね、ヨナとティオの、2人がかりで、それをね、追跡をしていくためにですね、ティオは一応こっちの、ジョーフロント第1価格、ジョーフロントのなんか A 価格かの方にやってきたんですけれどもね、この先何が待ち受けているのか。まあ、キティっていうとね、ぶっちゃけもう、長年ってことでもねえけど、シリーズやってる人間としてはね、パッと浮かぶ人物なんですが。第三制御端末のある部屋が。ティオ、お、ほら来た。これは。くそ、仮想の主ってところか。ティオ、なんとか行けそうか。あ、はい、問題ありません。しゃ、速攻で蹴りをつける。俺の番だな。二人だからな。L1 ボタンが聞きづらい。行きます。分析を開始します。情報を入手しました。あ、ヒックじゃん。水の方が弱い。耐性は弱体化と火傷と毒に穴があるな。うわー、そういうことしてくんのか。行きます。ドライブ開始。火傷で少しでもこのダメージ量を。任せてくれ。はあ。それ。はい。分析を開始します。入手しました。メガロバット。それ。行くぞ。どっちも厄介だな。エニグマ駆動。はい。ドライブ開始。やっ。よし。はあ。やっ。呼ばれ続けて目だしね。よし。エニグマ、くだ、それ。助かりました。それ。よし。や。私の番です。ドライブ開始。それ。オッケー。終了しました。いたずら？なんとか撃退できたか。ティオ、大丈夫か？ずいぶん苦戦しちゃったけど。いえ、問題ないです。ロイドさんの方は大丈夫ですか？ランディ曰く、防御のテクニックだけはちょっとしたもんらしいからさ。しかし、ランディとエリーがいたらもっと効率的に戦えたんだろうな。日頃からどれだけあの二人に助けられていたか身に染みたよ。なんか変なことを言ったか。いえ、こちらのことですから。第三制御端末は右にある扉の中だと思います。早速起動させてからヨナに通信で連絡しましょう。ああ、そうするか。ああ、今はね、ティオはどんなことを思ったんだろうね。まあでも確かにね、ランディの戦闘能力といい、この端末が、エリーのね、制御端末ですね、射撃とかね、ここと
ヨナが勝手に利用している第8制御端末の2箇所からハッキングを仕掛ける段取りです。なるほど。それじゃヨナに連絡するか。はい、お願いします。エリーさんたちからも連絡があるかもしれませんから、私のエニグマを使ってください。ああ、わかった。ほいほい。ヨナ、こちらロイドだ。あんたか、もう着いたのかよ。ああ、ちょうど今ティオが端末を起動している。オッケーオッケー、そんじゃこっちも始めるぜ。そうだ、あんたエニグマの通信モードのスピーカーをオンにしなよ。スピーカーをオン。エニグマの裏側にある赤いスイッチを押してください。そうすると通話相手の声が他の人にも聞こえますから。こうか。おい。聞こえるようになっただろ。なるほど。消費 EP が多めなのであまり推奨はされていませんが、なんとか持つでしょう。ヨナ、こちらの準備は完了です。 EP ってのは別にあのキャラクターの魔力的なものを消費してるんじゃなくて、要するにあれだね、端末のエネルギー的、バッテリー的なものを消費して使ってんのね。こっちはとっくにおとりになるべく動き回ってる。キティが現れたら連絡するから対応してくれ。了解しました。それまで待機します。よろしく頼んだぜ。これで準備は終わりなのか。ええ、あとはひたすら待機です。ハッキングを始めた後も私一人で十分ですし、私が一人で行くと言った理由が分かりましたか。 EP チャージって何、要するに。あの、でも実際モバイルバッテリー的な。結構大変だったわけだし、結果オーライで良かったじゃないか。その、困ったな、話題がないぞ。そういえばミッシーだっけか、ずいぶん気に入ったんだな、そんなストラップまでつけて。ええ、そうかもしれませんね。私はあまり物には執着しない性質ですけど、不思議とこれだけはずっと持ち続けていますね。執着しないどころかミッシーガチ勢にまで成長するような。 ここに来てから買ったものじゃないのか。確かクロスベルのご当地キャラクターだろ。これはもらったものです。5年くらい前にガイさんから。ああ、なるほどな、さっきのなんか不思議な感じも。ガイ・バニングス、ロイドさんのお兄さんですよね。え、ああ、いや、兄弟揃って似てんなみたいなこと考えてたのかな。もちろんそうだけど、ティオって兄貴と面識あったのか。はい。知らなかった。なんだよ、だったらもっと早く言ってくれればいいのに。でもティオは確かレマン自治州から来たんだろ。どうして兄貴と。しばらく旅に出るってそんないきなり。ティオのね、過去がね。一体どこに行くつもりなのさ。レミゲリア広告だ。なあに、しばらくといっても2ヶ月くらいで済むだろう。実はとびっきり可愛い女の子をエスコートしながらの旅なんだ。あ、ティオか。ティオ、前にこの病院に。ええ、6年ほど前のことです。黙っているつもりではなかったんですけど。あれはティオのことだったのか。多分そうです。私が9歳の時、レミフェリアにある実家までガイさんに送ってもらった時ですね。レミフェリア、ティオの出身はそこなのか。はい、と言ってもあまり思い入れがある故郷ではありませんが、もうほとんど捨ててしまった場所ですし。え、そのティオのご両親は元気だと思いますよ。3年前に家を出てからほとんど連絡を取ってませんけど。
ある事情で、私は5歳くらいの時から行方不明の身の上でした。ガイさんに保護され、衰弱していた私はウルスラ病院に半年ほど入院していました。そしてなんとか回復した後、実家まで送ってもらったんです。そうだったのか。でもどうしてまた家を出たんだ？ロイドさん、私が普通の人間と少し違うのはわかりますよね。違うなんて。事実ですから。外界の事象に関して、私は普通の人間の数倍の感応力を持っています。普通の人には聞き取れないかすかな音、普通の人には見えない動力波の流れ、普通の人には感じられない属性の気配、そして人の感情や心の揺らぎまで。あ、日曜学校に通っていても私は一人ぼっちでした。周りの子たちとは違ったものを見て、違ったものを感じて、そして見えない悪意や好奇心もはっきりと感じ取れてしまう。両親は私を愛してくれましたが、やはり限界があったんでしょう。次第にうちの空気が張り詰めて、私は気づいてしまいました。ああ、帰ってこなければよかったって。そして気づいたら、私は列車に乗っていました。共和国を経由してクロスベルに向かう列車に。そうか、ティオは兄貴に会いに来たんだな。そうかもしれません。そのマスコットをプレゼントしてくれた時にガイさんが言ったんです。安心しろ、きっとお前は幸せになれる。もしそうならなかったらいつでも俺を呼んでくれ。お前を不幸にする原因を一緒にぶっ飛ばしてやるからよ。いかにも兄貴が言いそうな言葉だけど、でもちょうどその頃に兄貴は途方に暮れていた私は、エプスタイン財団の人と知り合って、その感応力を見込まれて、当時発足したばかりのオーバルスタッフの開発チームにスカウトされました。そしてレマン自治州に渡り、財団の研究所で3年間過ごして、そして3ヶ月前再びクロスベルに戻ってきました。ティオ、あ、ごめんな、突然いなくなっちまうようなバカ兄貴で、女の子との約束を守らないなんて、ほんと兄貴らしくもない。ロイドさん、あ、ヨナみたいですね。キティが現れた。お、今ちょうどこっちが用意した餌を発見したところだ。追い込んでいくからサポートを始めてくれ。わかりました。俺は高みの見物か。ティオ、無茶だけはするなよ。はい、心配ご無用です。アクセス、エーオンシステム起動。ネットワーク上のリソースの第二境界領域に潜伏開始。キティが来るのを待ちます。あいあい、マーム。って、おいおい、マジですか。キティのやつ、もうプロテクトを解除しやがった。うわあ、せっかく用意した美味しい餌が一瞬で。信じられねえ、どうやって仕掛けてるんだよ。落ち着いてよな。おそらく圧倒的な処理能力で力任せに進んでいるだけでしょう。焦らず2歩先を読んでこちらへと誘導してください。くそ、無茶言いやがる。第4ターミナル、第17ターミナル、視聴者のメインターミナルを通過。第25ターミナルに追い込んだ。そっちの領域に行ったぞ。確認しました。確かに
早い。早すぎる。エーオンシステム解放。複数同時並列処理に入ります。行きます。こちらも確認。おお、いい流れだ。このまま行けば、そっちだけでキティを捕まえられるんじゃね？いいえ。あなたやキティと違って、私は純粋なハッカーではありません。エーオンがダウンしたら、さすがに追いつけないでしょう。クソ！だったらどうすんだよ！ダウン覚悟で限界まで処理を高めて、キティの退路を塞ぎます。おそらく、キティはもう一度、そちらの領域にシフトするはずです。タイミングを見計らって、コンマ1秒以内で捕まえてください。ああ、もう！わかった！やればいいんだろ！それでは、エーオンシステム。リミットブレイク。今です。そこだ。よっしゃ、捕まえたぜ。やったのか。ええ、そうみたいですね。お、大丈夫か？あ、はい。ちょっと処理を上げすぎたせいで目を回してしまいました。まったく、無茶するなって言ったのに。お、あのさ、ティオ、兄貴がした約束、俺に引き継がせてくれないか？え、もし幸せになれなかったらいつでも呼んでくれ。お前を不幸にする原因を一緒にぶっ飛ばしてやる。悔しいけど兄貴はすごかった。パワーにしても行動力にしてもまだまだ足元にも及んじゃいない。でも俺頑張るから、その約束を守れるくらいはでかい男になってみせるからさ。だから、不思議ですね。え、ロイドさんとガイさんってあんまり似ていないのに、それでもどこか似たようなものを感じます。魂のありようというか、見ている方向が同じというか。俺と兄貴が？はい、でもやっぱり違います。ロイドさんはロイドさんであって、ガイさんと同じじゃありません。それはロイドさんが一番わかっているんじゃないですか？それはですから、どうせ約束してくれるのなら別の内容がいいです。え、別に今すぐじゃなくていいです。ロイドさんの言葉で私にしてくれる約束、思いついたらで結構ですから。ティオ、それに私も子供じゃありません。一方的に守られるのも何かをしてもらうのも嫌です。私だって同じ支援課のメンバーでしょ？そうだな確かにその通りだあ、ん？どうしたんですか？いや、そのちゃんと笑ってる顔初めて見たかもって思ってさ。別に笑っていません。これはその気が抜けてしまっただけで照れるなって。でももったいないな。ティオ、元がすごく可愛いんだから、普通に笑えば。ほら、さらっとそういうこと言うの、ロイドは。すごく可愛いって。おっと、ヨナ、いつから聞いていたんですか？ずっと聞いてたろよ。いや、笑ってる顔は初めてとかのあたりだけど、なんか珍しいもん聞かせてもらっちまったな。
まさかあんたがそんな風に慌てるなんてね。それ以上無駄口を叩いたらポムットで40連鎖します。それは使用的に無理だからって、あんたなら本当にやりかねないけど。それでヨナ、キティの正体はちゃんとつかめたのか？僕を誰だと思ってるんだっつーの。無事アドレスはつかんだから、そっちにも情報を送るぜ。お、妙な添付ファイルがついてるみたいですけど。添付ファイル？って、なんだこりゃ。アドレスを割り出したログにどうしてこんなものが。開いてみましょうか。え、これは